はい、どうも、僕です。ということで、今回もドラゴンクエストライバルズをやっていきましょう。ということで、今回の敵は、復活の嵐。ということで、復活系のユニットやらカードをたくさん入れることによって、非常に強力なコンボを生み出そうというデッキとなっております。それでは早速、やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やってこう、こう、こう、そしてカードは、神言の術、チョコタワー、ヤンガスということで、そうだな、まあ、チョコタワーは、捨てんのがもったいないし、ヤンガスは結構あり。さあ、これでいきましょう。さあ、そして来るカードは、ラビエル、悪くないね。さあ、僕はもうね、今思っていることはただ一つです。ビルダーだけはやめてくれ。ビルドが来た瞬間、僕はリタイア暗記のこんな。だってね、ほんと言いたい。今まで11回戦ってきたんですよ。で、毎回ビルドもしくは、なんだっけ、修道院？その修道院とビルド、絶対こいつらがいるっていう、もう本当にやめてほしいわ。タバス使います。お兄ちゃん、どこ行っちゃったんだろう。お兄ちゃん、本当に最近どっか行っちゃいましたね。さあ、これでエンドを守る。いやー、頼む、本当にビルドだけはやめてくれ。本当に。他で行こう。やっぱり、楽しもうよ。楽しんでるね。てめえからは俺と似た匂いがするぜ。おー、俺と似た匂いがするらしいっすよ、ピサロさん。行きます。とりあえず、バギマ使っていいかな。いや、でも微妙かな。ちょっと使うのもったいないかな。これってさ、テンションプラス1でしょ。あんま使いたくないか。でもテンションアップするか、バギマを使って特技1回使うかだけど、1回使いたいよね、やっぱり。だから使いたい気持ちもある。だけどもったいない気持ちもある。まあ、使っていっか。うん、使おう、バギマン。さあ、これでテンションアップでエンドと。やっともう久々にまともな戦いができる。はぁ。さあ、これでポンしていって、テンション上げて最高潮、最後の仕上げ、いくよ、フードクブーテ、スイッチ入れて弾けよ、レッツパーリーナイト、ゲームして、夜更かしして、ありのまま遊び尽くせ、くたらマイペース、マグマはライフ。ラビエル、ヤンガス、チャーゴス、王子、神言の術、結構可能性があるんだけど、ラビエルは、神言使うときに使いたい。そして神言は今ある。でも、ヤンガスもなーって感じもするし、いやー、どうしようかなー。ラビエルを後列に出した、さすがに相手の思うツボなんて使いたくないんで、まあ、神言かなー。いや、次のターン神言使ったらチャゴス出せるから、ヤンガス？うわ、難しい。難しい。いや、ヤンガスで行こうでギス。一応やってやるでぎすよ。さあ、これで頼む。相手指導か。指導はめんどくさいけど、ただそんなに強くないっていうのも利点ではあるけど、劇場がないことになる。3点ダメージです。まあ、ただそんなに悪くはないな。うん、そんなに覚えてやがるでぎすよ。これで僕の中で結構葛藤が生まれてて、チャゴス王子をマリーフェアリー用に使うんだったら、あー、これさ、チャゴス王子速攻持たせない方がいいんじゃないかな。どうせ攻撃することもないから、神言使います、でチャゴス王子使います、新たな力をお願い、お願い。いや、そこは力をでしょ。そこはさ、もうセーニャがあの力をって言ってるんだから、そこは力をって言わないと。そういうところが結局のところ、タバさ、手柄は全部僕のだからな。いいよ。さあ、これでコインゲットでエンドを守る。で、マリーフェアリー出して、チャゴス王子じゃなくてなんだっけ、少年ヤンガスじゃなくてヤンガスか、普通のヤンガスを出してって感じかな。これが結構いい気がするけど、まあ、これだったらね、手札に戻るだけなんで全然お決まり水産410なんですが、いや、でも墓が消えたの結構でかいな。だって墓さ、結局テンション上げずに終わったから結構あるよね。うん。さあ、ということで5コストだから結構何でもあるけど、バラモス、悔やんでももう遅いですけどね。さあ、これはな、正直どうしようもないからな。3点だからミラクルソードが来ることを祈るしか僕にはできないけど、頼む。じ
ゃあもう僕は祈ります。面白でくるな。どれにしましょう。お願いします。まあ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 、そこまで求めちゃいないよ。さあここでマリンフェアリーを使おう。そして僕はヤツを出す。そうヤンガス一択。ああ、じまた逃げ出すんですか。なんてなんて言った今。あ、逃げ出すでいいですかって言った今。また逃げ出すでいいですか。そんなしょっちゅう逃げ出してんだ僕ドラクエ8やったことないか分かんなかったんだけど、どっかチャゴス王子ってそっかドラクエ8のキャラかね。 BGM 一緒だしあんま気づかなかったけど、なるほどね。建物がないことを祈るしかないな、これに関しては。お、いいの。誰でた。まだまだってことでゲスね。その通りでゲスね。さあ今僕にはグレイナがいますので結構ありがたいよ。さあそしてロッコスト、相手がね、ただエビルプリーストの可能性があるから、それがめちゃめちゃ嫌だ。ただ指導をわざわざ入れてるってことを考えると、おそらく入ってないんじゃないかと。さあ竜王、とうておきの絶望を与えてくれよ。テンション高すぎ、高すぎ新作これは。いや、テンション高すぎ両方面白すぎるわ。これはまずフェイスに来てほしい。そしてブラストアロー。いやー、まあ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 、これはなりません。それはさすがに。いいえ、お願い。お、悪くない。ただただいや、まだあるな。待てよ、これさ、ザオラを使います。これでカード引いて2回目でです。さあこれでブラストアローかミラクルソード来てくれ、頼む。ありがとう。いいね、ありがとう音声認識。さあこれでミラクルソード使って回復して、で2点2点でしょ。ミラクルソードで2点2点で OK。 なんとかなった。危ねえ。 OKOK、 なんとかなった。本当に怖いよ。さあこれでうわー、もうテンションがやばい。本当にやってるわ完全に。これ完全に危ないお薬やってんじゃん。ただこれで次グレイナー使えばしっかりと特技もゲットできるんで、やるやんやるやん。ただ言っても33ですから、337拍子なんで、まあ言っても OK。 一度目止めてやるぜ。まあ止めるとは言ってないけどな。止めるとは言ってねえけどなって感じだね。うん、多分僕は指導の心の中を今読み取りました。おそらく彼はこう言ったでしょう。ダークモーモン、いやー、まあそうだな。ピサロナイトを取ってグレイナルを出す、こんな感じかな。どれにしましょう。さあデビルマスタッシュいいっすね。え、3点ダメージでまず相打ちレナをします。そしてグレイナルを出す、これが強い。すまねえでゲス。いいね、いいね、めちゃめちゃいいね。でこれでエンドでしょ。でまあテンション上げてくるかもしれない。ただしだとしてもこっちがテンション上げちゃうのはさすがにバカなんでテンション使っちゃうのはね、ここで使っちゃうのは。なのでまあここはねもったいない気もしますが、一旦耐えて、まあただ相手安牌で行くんだったら4点ここ相打ちして、で指導を出すみたいな流れがあるかなと思ったんですが、違うと。さあここにテンションアップ、まあ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 という感じですが、もう俺に構うな。もうすねてんじゃんただのすねてるやつじゃん。さあこれで右手が出てくる。いや左手かもしれない。待ってこれさ、いやわかんない、3本指だからな、どれが親指かなと思ったんだけど、いや小指と親指の違いがわからん。ウドラー2点食らう。だがしかしそんなんじゃあ僕はくじけません。今まで11試合も1時間半も僕はこの動画を撮り続けています。ここで負けるわけにはいかない。さあ竜戦士の装具を使います。英雄竜の力、これが英雄竜の力かっこ笑い。さあこれで回復していく。そしてここで相打ち入れないなっていってからの、これで竜戦士の装具の効果で復活と、さらに魔力共鳴の効果によってカードを引いてくる。さあ来るカードはパラサキス。いや来ちゃった。ラビエルがもうなんかやることなくなっちゃったけど、ただ10ターン目になったら念のためね、なんだっけ、エビルプリストケアのために一応出せる。あ、てか今出しちゃっていいか。
ユリの祝福出しちゃっていくかじゃあ。うん、いいね。でテンションアップしてラビエル出そうかじゃあ。1コストは確かいなかったはずなんだよね。確かラあのパラサキスを確定サーチするために出てたんで、ラビエルここに出してお願いします。グレイナル、英雄の名は伊達ではないよな。お、初めて聞いた。さあ旅立ちの時だ。いやー、やっちまったな。腕試しにこのわしと戦ってみるかの。いやでもラビエルの特殊ボイスが聞きたんで僕は本望です。全てを無。面白いね。なんだっけ今グレイナルがなんか伊達じゃないよなみたいな話してたけどさ、あんま関わりない感じがしたけど。グレイナルっていうかあんまり関わりないよね。うん、なんか長寿っていうだけでそんなに関わり。煉獄魔山、煉獄魔山だけど耐える。坊ちゃん、僕耐える。まあラビエルがここでやられちゃう分に関してはそんなに問題ないかなという感じですが、3点どこに来るかな、どこに来るかな。まあグレイナルに来る可能性もありきりといった感じですが、いやーどうだろうな。これ神様はとりあえずテンションだけでお願いします。やばい、鼻がやばい。あのね、最近今春じゃないですか、だからさ鼻がやばい。イングコンビネーションアタック、覚えちゃいました。素晴らしい、指導をこよなく愛した男。いやー、おー、そう来る。だとすればミラクルソードが食えば結構ありがたいけど。回復お願い、回復。うーん、カード補充のテンションはめちゃめちゃ最悪なんで、まあ、テンションもまあギリありかな。お願い回復。あー最悪、一番最悪なやつ来た。一番最悪なやついきます。ブラストアロー悪くない。とりあえず天空のエッジを使います。さあエッジな力を使います。私たち力を、力を。さあ何が来るかな。ザオラル、あー、いやー難しい。難しい。あ待てよ、パラサキスここ使っちゃっていいか。もうパラサキス出します。でブラストアロー使ってザオラル使ってテンションアップ。これでブラストアローとザオラルがデッキに戻るんでだいぶいいんじゃないかな。シンプルにパラサキス的にもね。これが僕の運の力でね。さあザオラルを手札に戻す。これがまた強い手札じゃないデッキだ。これでエンドを守る。いやいいね。一時はどうなることかと思いましたが、ここまで切り返せるのはなぜか、そうグレイナル、この子が強いから。そしてね、あんま関係ない話なんですけど、ちょっとねお相手の名前についてちょっと語りたいんですけど、アレスっていう名前あるじゃないですか。ちょっとね黒歴史でもないけど、ないけどね、ないけど、まあね、ちょっと昔ねあったんですよ。アレスっていう名前を中二病キャラで、俺の名はアレスだ、アレスだよみたいな感じのキャラやっててね、一回だけ一回だけやって、あこれグレイナルかな。オッケー、まあまあ全然あり。俺たちの必殺技だな。俺たちの必殺技からの神様でぶつかってきてくれるのが一番ありがたいですが、どうでしょうか。オーマイガー、煉獄魔山。まあただ2点ダメージなんでギリいけたけど、毒アムシとかあんのかな。ポンポコダ抜きからの難題。まあパラサキスを除去したかっただけか。オッケーだったらいいよ。でね、アレスっていう名前であって、しかもねお相手のね、何アイコンがあれだったんですよ、レオコーンで、僕がその時やったアイコンもレオコーンだったんですよ。まさか見てる。さすがにちょっとたまたまかな。なんかすごくない、偶然だったらすごいよねっていう話です。さあとりあえず AH を使います。で私だってやれるんだから、ブラストアローか。これはテンション上げて最高潮からのグレイナル出して、で神様除去って、英雄竜の祝福。まあどっちでもいいけど、一応デビルマスタッシュでいいかな。今はユニットいっぱいいるし。いいね、こっからが本番ですよグレイナル先輩。さあこれでユニットだらけの最強盤面。さあこれでターン終了と。いいね、やばい、テンションが上がりまくり。これがこれがライバルズです。
いやー、やっと楽しくなってきたね。ビルドとかだとね、ここまでいけないからね。この序盤の方でやられちゃうんで、これがビルド相手だとできないんですけど、今回に関してはできますと。いいね、最高だぜ。ウォー、いやー、久々に行ったわ。今までね、動画を撮ってきたけど全然最高じゃなかったから、この言葉を言うタイミングもなかったんだけど、スペシャルクアーデンキコンビネーションアタックで、ぶつかってくる。まあ、ただ2体残ってるんで全然問題なし。グと1あるかな、毒アムシとかあったらめんどくさいけど、さっき使わなかったからないんじゃないかなと思ってるんですが、シーゴーレム、まあ、これは普通にテンションアップでいくかな。うん、あるか、さすがにないよね。オッケー、だったらどれにしましょう、どれにしましょう。グレイナル出し放題。これはアグパーか。あ、アグパーいるんだと。待って、アグパー強すぎん。待って、天空、あー、天空一回使おうか。天空、素晴らしい。これはアグパ使いたかったけど、一旦パラサキスでいこう。パラサキス出します。で信号の数珠で残りやることがないんで、新たな力をで、ブラストアローを使う。で5点ダメージで、テンションアップで回復する。で攻撃する。でブラストアローもう一回使うでエンドを守ると。やばすぎる。なんだこれは。これがパラサキスということですね。ユーリーの祝福。パラサキスとグレイナのコンボがマジで強いな。さあこれで8-8になってくる。しかもまだありますから、言ってもね、あと2枚デッキには。でしかもアグパがいる。なんだこれは、やばすぎでしょ。はあ、今んとこダメージは6なんで、まだ倒せないと。いいね、ブラストアロー使って。さらにブラストアローは、あれ、あ、1コスミスったな。ミスったな。そっか、元のコストじゃないのか。オッケー、対戦ありがとうございました。強すぎ、ぶっ壊れ。